でもまあ上の人のは見れないですね。なんか愛の里とかなんで言っちゃうんだよ。愛の里って言うんだよ。だからその結構長野さん世代ぐらいの人も出てくる。あるんですよ。本当にあえてその上の倉本そうみたいなタイトル愛の里とか。昔あったじゃないですか、愛のりって。はい、ありましたよ。あれの大人版みたいなことで。このぐらいの。とか40一番上は多分まあ40が多いし、いやもっと多いです。もっと上、60代とか70代とか、でも結構40、50。これ別に使っていいけど、これあえてこんな時代だから言うけど気持ち悪くない？年食ったやつの恋愛なんか見せられて、若いからいいじゃん。今そういうことじゃないとか、アティテュードはわかるけど体がついていかないもん。愛のなんていうのこれ、愛の里を見てこう分かる、恋愛っていうのはいくつになって分かるうえ体がまだ令和になってないから。長野さんはもうそのハードとソフトが合ってない俺その矛盾がずっとあると思う。どれだけ今最新なこと言って考えてるけど根っこでやっぱその自分で言ってるそのなんかこの高齢者はこのなんかその朽ちていくべきだっていう考えがあるから、そこが体の中で矛盾してるんですずっと。そうだって出ないもん普通の日本で生まれて日本じゃなく日本国で生まれて俺よりも10も上の世代が出るわけないもん。それはそそのかされてんだよ、俺より10の日本国で生まれた人が急にギアチェンジしてキスしてるのは俺は吐くしかない。応援する。いや、それはでもなんかどの時代でも変わらずやっぱりこう人が幸せになるっていうのを客観的に見られるっていうのはやっぱ多幸感にあふれることじゃないですか。幸せかな。50、60の人がもじもじしてキスするの幸せかな。幸せなんです。愛の里に参加してる方ってやっぱり自分に何かコンプレックスがあったり過去の恋愛とか、それあるだろう誰でもこんぐらい年食ってとかありますよ。そういう中でそのコンプレックスをその愛の里の中で払拭しつついい相手を見つけて幸せになるんですよ。それは嫌でしょ。さすがの車をはい自分の実体験でさ、あなたより倍ぐらいは年の人だったら、実体験でさコンプレックスは克服していかないと、番組にワンクールかなんかで克服しようっていうそんな甘い考えですか大人が。一制作会社が考えた番組で50、60の悲しみを取ろうとするぐらいすごいんですか人生っていうの。みんな長野さんみたいに強くないんですよ。愛の里自分で解決できない人っていっぱいいるんです。弱いとは言いませんが、なんかこうきっかけだ、一番真の恋愛リアリティショーなんですよ多分これが。そうです。いやだったら「里」って番組やったらいいですよ。自分を克服しましたで終わりなら、この人たちは里へと行くって、この人たちは自分を番組の若いスタッフを利用して克服す、さらに異性とできようとしてる。そうですよ。生意気じゃないですか。お前女まで作ろうとしてんのかと。いやそれ助けてもらう、そんな黒沢映画みたいなタイトルにするわけないでしょ。里って一文字で里って怖いでしょ。里って番組名里は見ます。僕白黒だと思われるよ里だけだと。制作会社の人に悩みを聞いて克服できました、里だったら俺は泣くかもしれないだけどこの人たちは克服して女とちょっといい思いしようまで、そんなやつに幸せなんか来ますか。来ますよ。望んでんだから。それは幸せですか、制作会社が集めた。そう幸せです。その中で逆に言うとこの年になったらそうやって集めてもらわないと出会いもないんですよって思われてるんですよ。で若い D がってやってる中行くんですよ。そんな無言で交通整理みたいにしてないですよこちらですってやってますよちゃんと。で絶対愛の里の若いスタッフとかは、ああめんどくせえなっていう顔は気づくから俺愛の里メンバーだったらもう出てるじゃないですか。もう出てるじゃねえかよ半分。想像しちゃってるじゃねえか半分ぐらい。いやでもぜひ見ていただきたい。本当に名作なので。ちょっと無理やりそうっすね。ちょっと縛り付けて一回見せようよ。時計仕掛けのオレンジ。そうこれ愛の里。このまま人格が変わるでしょ俺。俺らがオレンジの先生ここでグラグラにやるんです。人格が変わるじゃん俺。愛の里。見てほしい。愛の里が欲しくなって。そう見て。ライティ言いながら。じゃあごめんなさいしつこくてすいません。愛の里いいです。じゃあ僕この年になって思ったんです。愛の差と年を食ってても、はい、いやもちろん自分の世代の人愛したり、年上も愛しますよ、はい、ですけど男に関しては絶対若いギャルが好きなんですよ。で愛の里だから同世代をって集められたことに対する怒りがないんですか、この社長。ないです。絶対レンリアに来る、多分俺が愛の里って軽く聞いて概要欄を集められて、ちょっと多いんだみたいな女とって言ったら「お前らかい」と思って「同窓会じゃねえよバカ野郎」と「肉と会えると思ったのによギャルじゃねえんかい」「同窓会かい」みたいな。なんで好きなんだこれって。そんなやつは出ませんそういうのにコンプレックスを抱えた上で分かってきてますから、そういうのも全部含めて、そういう恋愛とかもあったでしょ。でもそこうまくいかないこともあったでしょ。それを乗り越えて愛を探したいから、違うパターンを求めたいから来たわけですよ。じゃあちょっと若いキラキラではないってこと。そう、それはもうそれはもう終わってるからじゃないですか。いやそれも失礼だよ、終わってないって。いや自覚があるから。実はこれ他選できてないんですよ。次戦に決まってるでしょ。こんなの今勝手に応募してるわけないでしょ。俺ごめん、じゃあ坂道グループっていいでしょの人が写真集出してんのを、この間本屋寄ったら老人が立ち読みしてたんですよ。それで性欲っていうのはそうなんだって勉強になって、だから坂道グループ来た方が喜ぶんですよ。部分的すぎるし、立ち読みすんなよ写真集。老人が写真集は立ち読みすんなよ。老人がまじまじと見てたんですよ坂道グループ。それでなんか人間のなんか哀愁を感じて、あ結局なんか朽ちていかないんだなっていうか、なんか悲しかったけど。それはそれが朽ちていくぜでしょ。だからそういう人をだから朽ちていくんですよ一人でちゃんと。まあ長さん結婚してるけど、朽ちていくじゃないですか。それをずっと幻想を求めて、若い人は好きな、分かりますよその佐賀は若い、結局若い女が好きなんだろみたいなのは、そういう人はいますけど、そのままだからでも求められずに、その一人でいる人より別にこうやって自分の弱さを向き合いながら。愛情を探しに来る人が美しいとされても別にいいじゃないですか。わかりました。でも、はい、ものすごいわかりましたけど、はい、なんで一番組にそこまでしなきゃいけないんですか。この人たちはかわいそうじゃないですか。かわいそうじゃないって。そこまで自分をさらけ出すの。さらけ出したいんですよ。だからさらけ出したくて来てるんですよ。はあ。それこそ逆に長野さん世代で、そのよりもっと上の方とかで SNS とかでこう自己開示をしてなかったからこそ、ずっと溜まってた自分とかがあるわけですよ。長野さんはその溜まってた自分のまま、そのさなぎのまま立派になられたけどさなぎのまま金を生んで、その人に評価されましたけど、そのままですよさなぎ。それは素晴らしいことですから、みんなどっかでずっとここまで来ちゃった、どっか浮かしたいって気持ちがあるんですよ。だからもう不器用かもしれない、こんなさなぎの中ででかくなりすぎちゃった不格好な蝶かもしれないけど、羽ばたいてみたいという気持ちがあるわけですよ。それはもうそうです。長野さんがすごいっていうだけです。それは本当あなたすごい、すごいんだよあなた。いやこれもうやだ、なんかもう忖度されてる感じ。忖度じゃないよ俺なんて。何の話だったんだよ愛の里。